フォルツァスタイル。1億3000万人のフォルツァファンの皆さん、こんにちは。アナウンサーの安田裕子です。今日はオンワード柏山のプレスルームからお届けします。もちろんこのお二人も一緒です。ちょっと熱測ってもらっていいですか。ちょっと点滴お願いしたいんですけど。いや今日は医者さんではなくって。これ医者じゃない。お医者さんではなくって。今日ドクター兄貴って設定で。研究員。あ、研究なんですね。研究員。僕もお医者さんごっこだと思って。そう、違う、ごっこじゃない。あ、ごっこじゃないんですね。ちゃんとした研究、はい、今日は。何の研究するんですか。暑いですよね、外はね、今日も。暑いです、ね、はい、めちゃくちゃ暑いのに、なんでこんなの、さらに暑くなっちゃって、もうどうするんですか。なぜなら、もう秋冬物の研究です。外は気温がアップ、はい、アップしてますけれども、はい、今暑いのは、はい、アップの反対は、え、ドン、ドン、ダウン。そう、ダウン、ダウンが熱いんです。ダウンってことなんですね。そうです。なるほど。もうね、うん、早くもう秋冬物の研究もしないとフォルツァスタイル的にはダメでしょ。二人にちゃんと勉強していただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はゲストをお呼びしています。あ、もう一人いるの。はい、そうなんですよ。オンワード柏山の新規プロジェクト開発部、山口さんです。どうぞお入りください。はい、真面目な方が来た。ちょっと楽に隠れてますけど、山口さん、はい、あ、いらした。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこんなふざけてて。山口さんはですね、ブランドの立ち上げですとか商品開発を担当されていて、山口さん曰くこの秋冬のダウンは、はい、ADS がキーワード、はい、ということなんです。 ADS、はい、ADS、はい、あ、怒った。何、兄貴ダウンしてた昨日。そういうやつじゃないの。いいね、飲みすぎた。飲みすぎたってやつ。いつもナチュラル、ナチュラル飲みすぎた、ね、はい、ナチュラルだ、はい、違う、ブブー。違うんですよ。ブブー。嘘、惜しくない。山口さん、A は兄貴じゃないですよね、はい、ちょっと違います。違いますよね、はい、正解は何でしょうか。アドバンスドダウンシステムって言います。お、アドバンスドダウンシステム、はい、ね、なんか進化してるんですね、うん、いわゆるダウンアイテムの新しい技術、はい、うん、というものを開発しました。具体的にどんなものなんでしょうか。ちょっとご覧いただいてよろしいですか。はい、はい、お願いします。ちょっと2種類、はい、まあ、資料ですね、はい、両方いわゆる羽毛が入ったダウンの生地なんですけれども、うんうん、ちょっとご覧いただいて、はい、なんか違いというかどっちがどうとかって。縫い目がないですよね、左側の方が、うん、あ、ちょっと薄い感じが、うん、薄い感じしますね。あ、分かった、はいはいはい、小芝さん、こっちの方が中に土の子がいる。あ、分かった。こっちはザリガニが3匹土の子に3匹いない、あ、いない、中に俺羽毛。いや、でもすごい土の子感すごくない。なんだろうな、違う。え、まあでも確かに兄貴言ったように、うんうん、ステッチはこっちあってこっちはない、うん、ステッチないだけじゃないんですか。これ、こちらがいわゆる通常 の、 ダウン、いわゆるダウンですね、はい、構造になりますね、はいはい、で今回ADS テープでそのダウンが下に落ちてくるものをちょっと防いでいるという内容です。ってことは中にテープが入ってるんですか。はい、内部構造をちょっと簡単に図解したものがこちらなんですけれども、はい、部屋を仕切っているのが、はい、実はメッシュにしております。でこれが実は肝でして、メッシュにすることによって空気がこの部屋同士を、行き来できるんですね。自由に空気が、はい、まあ、スイッチだとどうしてもここで制限されてしまいますので、あ、ここだけになっちゃうんです。このお部屋の中だけでもあるけれども、はい、非常にこう空気が、循環違う部屋にも回りやすい構造というのがある。空気を多く含むと、まあ、より、膨らんで暖かくなるってよく言われますけれども、うん、ちょっと羽毛の量が、少なくても、暖かさがキープできるだとか、うん、でもちょっと質問なんですけど、はい、例えば温泉行くじゃないですか。温泉行って、はい、カラオケルームみたいなでかいところあるじゃないですか、うん、ありますね。ああいうところって広いじゃないですか、うん、広い。だからなかなか温まらないイメージがあるじゃないですか、うん、ありますね。だけど、あるある、歌で温めるってのはある。歌で温めるの、動くし、動くしね、はい、でもね、部屋は狭い方が暖かいのかなと思うんですけど、
そこの部屋の仕切りがやっぱり、はい、あったかい空気がこう回るようにしてあげると。あ、なるほど。途中で笑っちゃってますけど、途中で無理ありました。もうね、だから分かりやすく言うと大きい部屋なんだけど、ふすまだと空気が循環しないし、網戸みたいな、網戸みたいなメッシュ生地だから大きい部屋も網戸に近いかもしれない。網戸に近いですよね。なるほどね。暖かい空気以外は通さないみたいな。なるほど、なるほどね。これ網戸理論って言うんですか？網戸理論じゃない、 ADS。 ADS に、あ、そうですね、網戸 S システムじゃないから。あ、網戸の A じゃない。網戸の A じゃない。なるほど。触った感じどうですか、お二人？めちゃくちゃ柔らかい。めちゃくちゃ柔らかい。 ADS、 薄そうですよね。こっちもやっぱ厚いですね。こっちはちょっとモコモコ、モコモコしてる、ね、なんかそうシンプルでいいですよね。縫い目があんまり目立たないんですか。いや、これはあの洋服のデザインにもかなりあのバリエーションが広がってるんじゃないですか。そうですね、すごくスポーティーなデザインだけじゃなくても、うん、レイヤードに便利な、うん、薄手のダウンですとか、うん、はい、ドレス寄りの、コートジャケット系、ちょっとなんか実際にこれできると思います。エディアス作ってるなんかこうアイテムとかないんですか。はい、いくつかご紹介したいんですけれども、ちょっとややドレス寄りのアイテムとよく言われますけど、こういうバルマカンコート、うん、バルカラーのコート、はいはいはい、通常のダウンですとやっぱりこうステッチとか重ねちゃってパーンとシルエットが広がりすぎちゃったりとか、ボコってなっちゃいますよね、はい、だけど ADS だとこういう風にスッキリといけるんですか、はい、そうですね、すごい、ね、じゃあ俺これにします。これあ、ちょっとこれ買ってきます。着てみて、着てみてください。一回試着してから考えてもいいですか、ね、はい。あ、でもいいっすよ。あ、かっこいい。なんか、似合うじゃないですか、襟立てても全然モコモコ感ないし、なんか軽いから着てる感じもあんまりないですね。そうですね、こうアウターをグワッて着てるような感じはないし、そのさっきの空気が行き交うっていう構造で、実はあの体の動かしやすさも空気が逃げてきますんで、うん、突っ張る軽やかですもん、なんかね、手の動きが手の動きが他にも軽い。そうですか、はい、あといくつかはミッドレイヤーっていうちょっと呼び方を重ね着、はい、そうですね、はい、例えばこういうカーディガン調のもの、まあ、これもダウンです。これも ADS ですか。はい、ADS ダウンですね。ミリタリーもののライナーみたいな。あ、そうですね、はい、それをこうアウターみたいな感じで T シャツの上に着てもいいし、かっこいいです。ちょっと MA1 っぽいですね。ねえ、うん、まあ、こうやってもう白 T 出ちゃってもいいかな。すごい兄貴っぽいです、これ。これも軽いですね。え、これをインナーにしてもいいということですか。そうですね、あの秋口にしたらもちろん、はい、アウターとして。そうですよね。この上にもう一回、あのもう一枚ちょっと、いや、もうね、ものすごい暑いよ、ぶっちゃけ。これコンプレッサーだから、ダウンが暑いんです。暑くても我慢して。 ADS オン ADS ってことですよね。もうね、これサウナですよ。あ、でもサウナって表現がいいかどうかわかんないですけど、すっごい暖かい。軽さはどうですか。めっちゃ軽い。これ寒いところに旅行とか出張の時とか、ね、まあ、ちょっと2枚持ちしてって ね、 いいでね、はい、でシワにならないからあのぺったんこに丸められるし、シワにもなりにくいんだ、ね、そうだ、バッグにも入れやすいし、いろんなアイテムができますね。じゃあね、そうですね、はい、スポーツアイテムからあのビジネス用のアウターまで、うん、なんかやっぱりステッチがないっていうのが、もしかしたらスーツとかもできちゃうかもしれないですね。いわゆるテーラードっぽいものが、はい、薄いダウンの入ったスーツとかいいかもしれないですね。 ADS スーツみたいなのできちゃう、うん、ADS スーツみたいな、ちょっと難易度高そうですけど。開発欲が湧きますね。でもどんどん時間をかければできると思います。ね、いや、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ADS 何の略か分かりましたか、兄貴。分かりましたよ。はい、どうぞ。いや、それはもう俺の気持ちに大事なことは言わないですから。絶対覚えてないでしょ。いや、覚えてるよ。アドバンスしてるから。お、当たり前じゃないですか。アドバンスしてダウンしてもシステムなんです。おお、素晴らしい。合ってますか。合ってます。合ってますね。でもこのオンワード柏山さんの独自のシステムなんですよね。そうですね、はい、この秋冬のダウンにもかなり採用されていくわけですね。はい、各ブランド、はい、ちょっとダウンアイテムの目玉として、うん、はい、これはそれぞれの ADS が、それぞれの ADS があると。なるほどね、まあ、興味深いですね。ブランドごとにね、当然イメージ変わりますもんね。はい、それぞれブランドのやっぱテイストがありますので、ね、うん、次回はその各ブランドが ADS、あ、次回もどんな、ありますよ。その前にちょっと脈測ってみる。お医者さんじゃ、研究員。ちょっとお腹痛くなったな。もうトイレ行けますから、はい、各ブランドの ADS どんな風に取り入れているのかを見ていきたいと思います。それではまた次回に。
なんかゆるっと山口さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ俺会計してきましょう。二枚買いです。じゃあだんだんちょっと注射打ってもらっていいですか。だからと、だから